IMP の皆さん、全国7地区での単独レギュラー決定おめでとうございます。IMP の輝かしい未来を祝福する、ナンバーアンダーラインアイメンバーからの心温まるメッセージをご紹介。感動エピソード満載でお届けします。最近、日本の音楽業界で大きな話題となったのが、IMP の全国7地区テレビ局での単独レギュラー決定です。これは彼らにとって非常に重要なマイルストーンであり、 多くののファンから祝福の声が上が上っています。そしてこの大きな知らせに対して n o ーアンダーライン愛のメンバーである平野翔、元優太神宮寺勇太からも心温まるメッセージが送られましたこれらのメッセージは IMP のメンバーたちを深く感動させ彼らの絆を一層強くするきっかけとなりました No.1 アンダーライン愛のメンバーが送ったメッセージは単なる祝福の言葉ではありませんでした それぞれが IMP のこれまでの努力や成長を認め、彼らの未来に対する期待を込めて深く感動的な言葉を綴りました。平野翔は、君たちがここまで来るためにどれだけの努力を重ねてきたか、僕たちはずっと見てきた。その努力が今日、この形で報われたこと、本当に嬉しい。これからの道のりも険しいかもしれないが、決して諦めずに進んでいってほしい。 僕たちはいつも君たちの背中を押していると語り、IMP のメンバー一人一人の努力と成長を称えました。岸優太もまた、心温まる言葉を送りました。全国7地区の単独レギュラー、本当にすごいことだね。でもこれはただの始まり。君たちには、まだまだ大きな可能性がある。この機会を活かして、もっともっと輝いてほしい。僕たちも同じ道を歩んできたから、 君たちが直面する困難もわかるけど、それを乗り越えた先にある景色は素晴らしいよと、彼の経験を交えながら、IMP に対する期待を表現しました。さらに、神宮寺雄太は、音楽業界は時に厳しく、期待に依頼続けるのは簡単ではない。でも君たちは、のプレッシャーを乗り越え、今ここに立っている。その姿を見て、僕たちも勇気をもらっている。これからも君たちらしく、 そして自信を持って歩んでいってほしいと、未来への希望とエールを送るメッセージを届けました。IMP のメンバーたちは、このようなメッセージを受け取ったとき、言葉に表せないほどの感動を覚えました。彼らはそれぞれ、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちとの深い絆を感じ、その絆が今後の活動においても大きな支えとなることを確信したのです。拓也をはじめとする IMP のメンバーたちは、 ナンバーアンダーライン愛のような先輩たちが自分たちを見守ってくれていることに、強い責任感とともに、心からの感謝を抱きました。このようなメッセージの背景には、単に同じ事務所の仲間というだけでなく、長年の信頼関係やお互いの苦労を理解し合う深い友情があります。音楽業界は華やかに見える一方で、その裏には数えきれないほどの努力やプレッシャーが存在します。 特に若手グループが成功をつかむためには、自己の限界を超えた努力が必要です。IMP もまた、そのような厳しい道を歩んできました。そして、その過程で築かれた友情や仲間同士のサポートが、彼らにとって大きな支えとなっているのです。IMP がナンバーアンダーライン愛のメンバーからこのような温かいメッセージを受け取った瞬間、彼らは自分たちのこれまでの努力が無駄ではなかったこと。 そしてこれからも同じ道を進んでいく上で、決して孤独ではないことを再確認しました。それは、音楽業界において仲間の存在がいかに重要であるかを象徴するエピソードでもあります。お互いに励まし合い、支え合うことで、さらに大きなステージに立つことができるのです。しかし、このような友情や支援がある一方で、IMP には新たな課題も待ち受けています。 全国7地区の単独レギュラーが決定したことで、彼らはこれまで以上に大きな期待を背負うことになります。テレビでの露出が増えるということは、それだけ多くの視聴者やファンの目に触れる機会が増えるということです。これに伴い、彼らは自己のパフォーマンスやキャラクターに対するさらなる向上を求められるでしょう。また、新たな視聴者層にもアピールするために、どのように自分たちの魅力を伝えていくかが重要な課題となります。 ここで重要なのは、彼らが常に進化し続ける意欲を持ち続けることです。音楽やエンターテインメント業界は、常に変化し続けるダイナミックな世界です。その中で、IMP がどのようにして自分たちの個性を保ちながらも、時代のニーズに依られていくかが、今後の成功の鍵となるでしょう。ファンとの絆を大切にしながらも、新しい挑戦に果敢に取り組む姿勢が求められます。また、 彼らが全国的に活躍することで、新たなファン層を獲得するだけでなく、これまで彼らを支えてきたファンとの関係もさらに深まることが期待されます。IMP のファンは、彼らがまだ無名の時代から応援し続けてきた人々が多く、今回の単独レギュラー決定はファンにとっても感慨深い出来事です。このようなファンとの深いつながりを維持し、共に歩んでいく姿勢を持つことが、 彼らの成長において非常に重要な要素となるでしょう。同時に、音楽業界において、IMP がどのようにして自身のアイデンティティを確立していくかも注目されます。彼らは他のグループとは異なる独自の魅力を持っており、それをどのように発展させ、さらに多くの人々に届けるかが今後の課題です。音楽だけでなく、テレビでのパフォーマンスやトークなど、 多岐にるるる場面ででその才能を発揮することが求められるでしょう IMP のメンバーたちが全国の視聴者にどのような印象を与えるかは、彼らの未来を大きく左右します。今回の単独レギュラー決定は、彼らにとって一つのゴールではなく、新たなスタートラインにすぎません。これからも続くであろう挑戦を乗り越えていくためには、ナンバーア,ンダーライ,ンアイのメンバーからの励ましの言葉にあるように、決して諦めず、 常に前を向いて進んでいくことが大切です。IMP の成功は、彼ら自身の努力はもちろんのこと、周囲のサポートやファンの応援があってこそのものです。これからも彼らがどのように成長し、音楽業界でさらなる高みを目指していくのか、そしてその過程でどのように新しいファンを魅了していくのか、非常に楽しみです。そして、そんな彼らを温かく見守るナンバーアンダーライン愛の存在も、 彼らにとって大きな力となり続けることでしょう。IMP は、これから直面する多くの挑戦に立ち向かう中で、ナンバーアンダーライン愛のメンバーから受け取った温かいメッセージが精神的な支えとなり続けることでしょう。ナンバーアンダーライン愛の先輩たちが自分たちを見守り、応援してくれているという事実は、IMP にとって大きな心の支柱となります。彼らは、この信頼関係に基づいた絆を大切にしながら、 新しいいステージでででの成功に向かって一歩ずずつ進んでいくはずですまた IMP にとって今回の単独レギュラーは大きな転機であると同時にキャリアにおける新たな試練でもあります。テレビという舞台は音楽パフォーマンスとは異なる新しいスキルを必要としバラエティ番組やトーク番組では即興の反応やユーモアそして視聴者とのコミュニケーション能力が試される場でもあります。 彼らがどのようにしてこの新たな環境に適応し、自分たちの魅力を発揮していくかが、今後の活躍に直結するのです。IMP はすでに音楽活動を通じて確かなファンベースを築き上げてきましたが、全国的なテレビ露出によって、今まで知らなかった人々にもその存在が広く認知されるチャンスが訪れます。特に地方局でのレギュラー出演は、地域ごとのファンとの距離を縮める良い機会です。 彼らの地元に根ざした番組出演を通じて、視聴者に親しみを感じてもらい、その土地ならではのエピソードや文化に触れることで、彼らのキャラクターがより深く愛されるようになるでしょう。このような場面で重要なのは、彼らがどれだけ自然体でいるかです。音楽業界においてはパフォーマンスが重視される一方、テレビでは彼らの人間的な側面が注目されます。IMP のメンバーそれぞれが個性豊かであり、 その個性を存分に発揮することで、より多くの人々に感情移入してもらえるはずです。ナンバーアンダーラインアイのメンバーも、テレビ出演を通じて自分たちの個性を磨き、ファンとの深いつながりを築いてきた経験があり、そのアドバイスや支援が IMP にとって大いに役立つでしょう。さらに、IMP のメンバーたちは、テレビという舞台が提供する可能性を最大限に活用するために、 どのような形で自分たちの音楽やメッセージを伝えていくかを考えなくてはなりません。音楽番組でのパフォーマンスはもちろん、バラエティーやトーク番組での会話や企画を通じて、自分たちの音楽的なビジョンや夢を共有することが、彼らにとって重要な課題となります。このような場面では、ただ面白いことを言うだけでなく、自分たちがどのようなアーティストでありたいのか、どのようなメッセージを伝えたいのかを明確に示すことが、 視聴者のの心を掴むための鍵となるでしょう一方でこのような新しい挑戦に立ち向かう中で IMP が抱えるプレッシャーも増加していくことが予想されます全国的に注目されるということはその分だけ批判や厳しい意見にさらされるリスクもあるからです特にインターネットや SNS が発達した現代においてアーティストに対するフィードバックは瞬時に広がり それがポジティブなものであってもネガティブなものであっても大きな影響を与えることになります。彼らがこのようなプレッシャーにどう向き合い、どのようにして自分たちの信念を貫いていくかが今後の成功における重要な要素となるでしょう。